ちは、藤崎かな子です。この動画では土曜日の中山メインレースダービー強チャレンジトロフィーの予想をお届けしたいと思います。今回本命に選んだのはアスクこんなもんだです。中山コースは2度しか使われておりませんが、スピードも持ち時計もある馬なので、今回のメンバーなら十分に通用する能力はあると判断しました。また3勝クラスを優勝した時の白川京ステークスでの走りを見る限り、ハイペースで力を出せるタイプの馬なので、ペースが上がりやすい中山マイル戦なら上位争いできると判断して本命に選びました。続いて対抗に選んだのがパラレルビジョンです。今週の調教内容がラスト1ハロン11秒4とかなりの猛時計を残しており、距離適性を考えても今回は重賞制覇を狙える可能性があると判断して対抗評価に選びました。今回は3連複2等軸流しで、アスクこんなもんだとパラレルビジョンから相手に選んだのがディオ、アルナシウム、クルゼイロドスル、セッション、西のスーベリア、レイベリング、エーヤン、インダストリア、こちらの8頭に流した3連複8点で的中を狙いたいと思います。そして今週は大阪杯の3連単予想にも出演しておりますので、皆様からのご視聴お待ちしております。